早期利下げに慎重な姿勢を示したことが明らかになりましたアメリカの FRB 連邦準備制度理事会は22日先月30日と今月1日に開いた FOMC 連邦公開市場委員会の議事要旨を公表しましたこの中で参加者が過去1年でインフレは緩和したもののここ数ヶ月は 目標である2%に向けた進展が見られないと述べたということです利下げ開始までの期間が以前の想定より長くなるとも指摘しましたさらに多くの参加者が金融引き締めが十分かどうか不確実と見ていることも明らかになりました